の刀がもし本当に秋水ならワノ国にお返しください。代わりを差し上げます。え、私が亡き父から譲り受けた刀、名刀閻魔。閻魔、カイドウに唯一傷をつけた伝説の刀です。カイドウを斬った刀、閻魔。な、ダメです、日和様。おでん様の形見を手放すなど。私の父、光月おでんは大東二刀流の剣士でした。桃之助と幼き私は父が使っていた二本の刀を一振りずつ託されたのです。兄には雨の幅切り、私には閻魔。だからこそダメです、姫。こんなどこの馬の骨ともわからぬ男におでん様の刀を使わせるなど。刀人龍馬の刀、秋水がどのような経緯であなたの手に渡ったのかは知りません。この国にとっては盗まれ、ワノ国中を悲しませたほどの仁義。代わりをくれるんなら、まあ。わかった。が、龍馬とは死体とはいえ一線を交えた仲だ。秋水は返す。その代わり後で龍馬の墓参りくらいさせろ。妄想が激しい。大丈夫ですかこやつ。え、姫。